ウィングヒルズ白鳥リゾートとは、岐阜県郡上市にあるアルペンによって運営されているスキー場。2010年6月1日に子会社であったロイヤルヒルズが九州合併されたことによりアルペン直営となった。2011年7月16日よりピースラボという独自開発した次世代スノーマットを付設した全長1000メートル幅30メートルという国内は、もちろん世界最大級。 世界最長のサマーゲレンでの営業を開始し、夏も滑れるスキー場として営業されている。スキー以外にも、夏はキャンプマウンテンバイクで営業しており、独自のマウンテンバイク大会を開催したりダウンヒルの全日本大会も行われ、富士見パノラマが東の聖地、ウィングヒルズは西の聖地と称される。併設に満天の湯があり、陶器はスノー客、陶器以外は 日帰り入浴客に重宝され、露天風呂からはゲレンデが一望できる。また、個室式露天風呂もある。併設のホテル、ビラウィングは陶器のみの営業で、夏季は団体のみ受け入れ。部屋タイプは、昭和の匂い漂う、スキーヤーズベッドタイプで、約6畳ほどの部屋の中には2段ベッドとクローゼット、畳が3枚敷いてある簡素な部屋。1990年のオープン当初は、 森からのスキーブームもあり完全入場予約制を導入していることで知られていた。ウィングヒルズは奥美野地区では最も営業期間が長いスキー場として知られている。人口づくり行き来を早くから稼働させ、2009年は10月24日にウィングヒルズが西日本では最速のオープンをしていたが、最近では近隣の和志が竹スキー場やホワイトピア高須島のスキー場も 人口づくり雪機を導入しプレシーズン営業競争が激化している。逆にクローズ時期については、ウィングヒルズでは雪がある限り営業というスタンスをとっており4月以降、近隣のスキー場が冬季営業終了している中で、ウィングヒルズだけが営業していることもある。積雪状況にもよるが、大体4月下旬までオープンしており、2007年は5月のゴールデンウィークまで営業していた。 ありがとうございます。